どうも、キッチンペイです。まずです。お邪魔します。キッチンペイ。判断がやばい。あ、その通りだろう。というわけでですね、今回マズラビデオ、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。うわー、ふわー。あー、先生。いやー、ミスター関、なんでやねんのとこ行ってきたよ。大阪って言えば。今回の都市伝説は2020年新型コロナウイルスで騒動の中心となった中国、その裏で中国国内ではもっと大きな問題が生じていたので、というわけでですね、今回その中国の闇について触れていきたいと思います。昨年末から中国ではアリババやテンセントをはじめとするインターネットプラットフォーム企業が独占禁止法違反のターゲットとなり、厳しく取り締まられている。特にアリババ、テンセントに対して50万元、日本円で800万円の罰金が課されたのよ。アリババってはね、信用スコアをやってるのね。ああ、一番最初に導入したところですね。テンセントってなんだっけ。おもんない現物だよ。額こそは低いけれども、見せしめ的な効果は大きく、一部では国家接収の前触れではないかという憶測まで流れたのよ。そして年の初めに世界企業トップ500社が番付で発表されたけれども、中国企業が51社も入っており、その中でも飛び抜けていたのが6位のテンセント、アリババの企業価値であるとされたのよ。そして1位アップル、2位マイクロソフト、アマゾンと不動の3社であったけれども、中国企業のここ数年での伸び率は他を圧倒するものであったのよ。頑張っちゃいな、人質に取られるぞ。そしてテンセントはゲーム市場の伸びが凄まじく、王者栄養や PUBG モバイルなどが世界的に大流行しており、アリババは EC サイトなどが繁盛してる。そして中国としてはプラットフォーム企業の発展を国が支持し、国際競争力の増強を掲げているけれども、同時に法律工作をインターネット領域までに伸ばさなくてはならず、インターネットが法外の地であってはならないと強調しており、プラットフォーム企業やフィンテック企業が他の業種よりも法の束縛が緩く不公平に優遇されているため、厳しく取り締まらなくてはならないという考えが増えてきているのよ。ね、そして次の戦争の場っていうのはインターネット上だから。そして習近平政権の狙いは党中央による経済のコントロール強化であり、市場をコントロールするためには大手国有企業の市場寡占は有利だけれども、民営企業が力を持ちすぎることは不利であるということなのね。そして冒頭の政府による厳しい取り締まりが始まってから、アリババ創業者のジャック・マーという人物が公から姿を消しており、2ヶ月以上誰も姿を見ていないと言われてるのよ。ずっと王者やってんだろ。廃人じゃねえか。そして中国当局が何か関わっているのではないかという憶測まで飛び出す始末となり、なぜなら過去にアンバン保険の元 CEO のウーシアホイがしばらく失踪した後に詐欺や職権乱用で懲役18年の判決を受けて投獄されていたことが国民の不安を煽っているのよ。そして10月24日上海で行われた金融フォーラムの場で、ジャック・マーが監督を恐れないが古い方式の監督を恐れる、中国にシステミックリスクがないのは基本的にシステムが存在しないからだと強烈な皮肉を交えた中国政府への批判を行ったことが引き金だと海外メディアは報じてるのね。この発言に対し習近平は自分のコントロールの及ばない存在を許せない性格のため、ジャック・マーの存在自体が自らの権力を脅かす敵であると認識したと思われるのよ。この習近平の独裁政権が終わらない限り、クーデターなど内紛が起きるのではないかと予想されてるのよ。その内紛を煽るものっていうのも出てくるからね。なるほどね、関さん。やばいでしょ。やばいんだよ。他に何か言えよ。そして Google の検索アルゴリズムも中国のスペシャリストが管理している。アリババはいち早く信用スコアを導入した企業。このまま政府に操られれば徹底した監視社会になることは間違いなさそうなのね。そろそろアリババ行きてー。中国人だらけだな。